これもう呆れも呆ててる人が当然多くてですね<ー>第三者っていうのはこの間の記者会見で実に44回口にされたんですが知事がご自分で選んで面識あるない関係なくご自分が選んでそして報酬もご自分が払うとこれ第三者ですかこれ第三者という人はいないし本当に子供に影響が。 悪すすぎますよその上で、えー、このニュースの勘どころあるいは尻尾はですね、はいえー、見えてる尻尾は2つあってですね一、はい、つは松江さんはやめるつもりはないってことですどんな無茶をしてでも乗り切るつもりで、はいえー、この間この間っていうのはおと,おとといですねおととい、えーえー、この政権の今の政権の中枢にあって あのやっぱり青山いつも怒ってると思われるかもしれませんが結構怒ったのは「松江さんを誰が押し立てて土地にしたんですか?」って<ー>自民党除名になった人自分たちが自公が推薦して知事にしておきながら「うん、今知らんかおかと?はい」とねで都議会でも自公はもう腰が引けてるんですよ百条委員会っていうね追及する委員会の設置にぐたぐた言ってるわけですよ、うん、で僕ががが怒ったらですね「うん、あああみちゃんそんなこと言うんだったらねじゃあ松江さんの代わり誰だよ」と。 あんいやそれあのー、マジに言ったからとんでもないって僕は言ったんですけど要は、まあ、僕のことはあのどうでもいいんですけどなんなありえませんから要するに今小さいになると候補者がいないっちゃうわけですよ<ー>それで僕はまた知名度大変な選挙をしようとしてるからそういう発想になるって言ってるんですがとにかく自民党は腰いけてるわけですよ増田さんそれを見抜いてですね<ー>こういうあの調査だなんだわわって言って<ー>なんとか2018年までやってやって。 報酬もちゃんと頂い,いて代償金も頂い,いて僕たちの財布からですよ、ね、ニューヨーク市民は違うかもしれないけど東京都民だから広く言えば国民の税金からもですね、えー、まあ広く言えば頂い,いてですね<ー>、あのー、その後辞めたからどんどん弁解して本も出して<ー>っていうもう未来プランを描いておられる簡単に言うと事故の足元を見て辞める気がないっていうのが一点と。えー その一方で何を恐れてるか東京地検特捜部だけは怖い,はい、はい、だから元検事なんですよ。うん、こういうやめ検って言ってですね、えー、検事をやめて弁護士になってる人っていうのは検察のお手の内知ってるから、えー、だから古くはロッキード裁判からですね、はい、このやめ検の弁護士っもそういうふうに使われることが多いんですよ、えー、全部とは言わないけれども。えーね、でまず東京地検特捜部は今苦しみ抜いてます僕はあの見たまま感じたまま言うとですね、えー、なぜかというと。 政治資金規正法って泥棒が作った刑法みたいなもんだから政治家にとってご都合ように作られててだからあの汚い賄賂は受け取っちゃいけませんみたいなことは多少書いてあるけども使い道は例えばあの僕は今この頭コンコンってこう,こうやったのこれ政治活動ですって言えばねこれは政治資金で買えるんですよ。ここれこうやったらね しなくてもいいけどこれも政治,政治活動こ,こ,こうやった政治活動ってこれ正式に変えるわけですすごいでしょこの法律この法律で青梅さんどうやって松添さんを逮捕しろっていうのかねっていうのがまああの、えー、僕はまた怒ってなんで早くないんだっていうから向こうの反論なわけですよその小沢さんがいろいろ言われた頃からそうやってあの、まあ、言い合いになるんですけどしかし松添さん自身は やっぱり不安を感じてて要するに自分のやったことが本当は分かってますから、はい、まさかご,にご本人が竜宮城なんとかとーテルでゴールデンブロンに入るのが政治活動と思ってなかったでしょう。はい、回転寿司家族で行くことが政治活動と思ってたはずがないじゃないですか、はい、自分が一番知ってるから、はい、やばいかなと思ってヤマケンを使ってるわけですよ、はい、じゃあどうすんのかこれねやっぱりねリコールしかないんですよ これは一番最初韓国を妙に融合するところからあるいはそのもっと前から東京オリンピックを日中韓の共同開催にする気配があって、はいはい、その時から例えば大坊主でもンン、ねえー、つまりいわば地上波のラジオでもリコールやるべきだって言ってたんですけど、うんうん、もうこれしかないですよ。うん、でですねこれは具体的に言うとですね要するに東京都の都民の有権者から146万人の署名が集まると、はい、住民投票にううなるんです。 住民投票に持ち込んだらあとは過半数取ればいい<ー>住民投票で過半数取れないってことはありませんから今回の場合。うん、だから百四十六万人の署名を集めればいいんです。はい、でそれを今あのメディアとかはどういうふうに捉えているかというと百四十六万人も集まるわけないだろう。はっきり言って有権者馬鹿にしてるわけです、ね。だからなんか特定の色がついたんじゃなくて、えー、子供たちにこんなの見せられないっていう人がみんな集まって、えー、考え方は違うまま。えー 市政とも違うまま、うん、普段のご意見全然違うまま四、うん、4 6万人が、ねうん、東京の有権者から見たら、うんまあ、ある意味ごくわずかとも言えますから、うん、東京の有権者は1000万超えてるわけですから、はい、だからあそれを僕たちはもうコツコツやるしかないと思います。